本に伝わる三大怨霊の一人、菅原道真。菅原道真は平安時代中期の学者、政治家。幼い頃より学問や歯科の才能に優れ、宇田天皇に信頼されて出世を重ねる。醍醐天皇の代には朝廷で最高の地位である右大臣にまで出世。しかしこうした出世型の貴族たちの反感を買い、左大臣の藤原時平に無実の罪を着せられ、九州の太宰府に左遷されてしまう。その2年も都に戻ることなく失意のうちに亡くなった。道真の死後、都で雷など天災が頻繁に起こったり、時平をはじめ藤原氏の一族が赤くして亡くなったりすることが続いたため、道真のたたりだという噂が流れた。恐れた醍醐天皇は道真の左遷を取り消して昇進させるが、災いは続き、ついには代理の清涼殿に雷が落ち、数人の貴族が死亡する大惨事が起こる。事件に衝撃を受けた醍醐天皇も病気になって亡くなった。その後、道真の怨霊による自分を祀る社を建てるようにというお告げにより、北野天満宮や太宰府天満宮が創建されたと伝わっている。